しいガスの発生源とかはなかったみたいだけど。立花さん、ほら思い出して、真由美先生に猫を届けに行った時、科学室でいくつか備品が紛失してるって言ってたでしょ。あ、うんうん。もしその盗まれた備品の中によく燃えるガスみたいなものが含まれているとしたら、いる人間のところにガスは向かうだろうね。しかも思い出して、雄一郎さんは喫煙者だった。タバコを吸う人は部屋の中なら黙っていても換気扇の近くに行くわ。プラス換気扇の音にかき消され、ボンベから排出されるガスの音は多分被害者には聞こえなかったはず。そして気づいた時、ボンベが犯行に使われたなら、それを見つけ出せば犯人の決め手になる。事件は解決だ。でもどこに？大体いつまでも犯人がボンベを始末しないでほっとくかしら。だって自分の犯罪を裏付ける決定的な証拠になっちゃうわけでしょ。こっそり捨てるとかしない？いや、その線は薄いさ。考えてもみて、ボンベといえばかなりかさばるものだよ。最初の事件の日以来、警察は連日学園の周辺を定期的にパトロールしている。いるだろうと夜だろうと、その網をくぐって外の敷地に持ち出すことはできない。かといってこんな重要な物的証拠をおいそれとそこらには隠せないはずさ。なんといってもボンベは比較的発見されやすい大きさをしているからね。それじゃボンベはどこに？これはあくまでも想像だけど、多分自分の部屋さ。自分の部屋？そう、犯人はボンベを自分の部屋に隠している。いくら警察だって令状なしには人の部屋の中にまでは踏み込めないからね。で、事件のほとぼりが冷める頃を見計らって、改めてボンベをどこか安全な山中にでも処分しに行く。それがベストなやり方だと思う。だとしたらまずいわ。この物質だって警察の捜査はもう終わっちゃってるのよ。外をパトロールしている警察もいつ引き上げちゃうかわからないわ。下手すれば今夜にでも。そしたらボンベは。急ごう、立花さん。してる暇はないよ。それよりもっと手っ取り早い方法がある。
いくら古いドアでも映画みたいには行かないわ。しのぶ、どうしてここに。話はあと、時間がないでしょ。部屋に鍵がかかっているのは当たり前。あらかじめこういうのは用意しておくものよ。しのぶ、ありがとう。どこに行ったんだ。なんで？犯人の部屋に隠されているはずじゃなかったの？咲子さんって、この間ゆうなさんが言ってた。そんなことしてる場合？いいの？このままじゃ今晩中にでも最後の犠牲者が出るわよ。今晩中に最後の犠牲者？それってどういう。さっき私は神崎先輩の部屋に行ってきたの。四大天使見立て殺人の消去法でいけば犯人として浮かび上がってくるのは彼女だから。でも向こうの部屋にも誰もいなかった。だから仕方なくもう一方の昨夜中学出身者である三石くんの部屋にやってきたわけ。ねえ、事件のキーパーソンである二人の昨夜中学卒業生が同時に姿を消すなんてあまりにも不自然だとは思わない？何としても最後の殺人だけは食い止めなくちゃ。でも彼らは一体今どこに。何かヒントだけでもないのか。先輩の部屋を調べた時の話だけど、パソコンの日記ソフトが立ち上がったままだったわ。イオナさんの日記が？
ければって一連の犯行のことかしら。それに咲子って名前また出てきてる。それより立花さん、彼女の日記ミラ君って連呼してた。ってことは何度もキー操作してる以上、松井先輩の残したミラのダイイングメッセージは結果ミスなんかじゃなかったのね。ねえめぐみくん、またミラ君を呼び出すことにしたのくらいで、またって書いてある以上、一度イオナさんは三石くんを呼び出してるってことでしょ。その場所が分かれば二人の行方を突き止められるんじゃない。待ち合わせる場所なんて意味もなく変えたりはしないと思うし。あの時森で揉めてたのはイオナさんが三石くんの犯罪をやめさせようと説得している姿だったのかもしれない。だったらイオナさんはもう一度森に三石くんを呼んだ。つまり二人は今もそこに。待って、神崎先輩が一連の事件の犯人だとしたら、日記の内容は逆に自分から疑惑の目をそらさせるための偽情報の可能性もあるわ。偽情報？どういうこと？三井氏君に濡れ衣を着せることで私たちの考えを混乱させ、わざと森に向かわせた。その隙に特別の場所で最後の犯行を行う、そういう可能性も考えられるでしょう。疑り深いとね。じゃあ忍さん、あなたは二人がどこにいるっていうの？プール。一連の事件は全て見立て殺人で行われている。そして残るは水の大天使ガブリエルだけ。この学園で水に関係する場所といえばここしかないわ。プールに行ってみよう。こうなったら学園中を手当たり次第に探しまくろう。え、本当？プールらしい。これで4人目だぜ、4人目。立花さん。うん。
ってさ、あの金属板の文字。